はい、どうも皆さんこんにちは、ウニムイです。本日は9月26日日曜日、中京競馬場の芝 2200m で行われます神戸新聞杯3歳限定の菊花賞トライアルの1週前段階での見解っていうのをお話ししていこうというふうに思います。で、今年の出走メンバーを見ますと、やはりシャフリヤールとステラベローチェってのが、まあ、抜けた存在で、まあ、予報レイクもそこそこ強いかなって感じだと思いまして、このビングの3トンっていうのは基本的には、硬いんじゃないかなというふうに考えていいと思います。特にシャフリヤールとステラベローチェは能力が抜けてるっていうのは言うまでもないかなと思うんですけど、直線の長いコースもしっかりこなしそうかなというふうに考えてます。まずシャフリヤールなんですけど、こちら日本ダービーの映像なんですけど、まあ、異次元の素足を使えてるんで、直線の長いコースもしっかりこなせるんじゃないかなと考えてます。またステラベローチェに関しては、この馬は4コーナーでオーストをぶん回して、で最後、外から伸びてきて3着っていう競馬だったんですけど、まあ、それのことからステラベローチェっていうのもしっかり外を回しても、最後までいい足が使えてるってことで、直線の長いコースもしっかりこなしてくれる馬なんじゃないかなと思ってます。ただこの神戸新聞杯中京コースで行われるってことから、シャフリヤールステラベローチェっていうのは、まあ、ベストの条件ではないというふうには思うので、まあ、他の馬にも抗える可能性っていうのはあるかなと考えてるんで、今回はこの2強以外から押した馬っていうのを紹介していこうと思います。そんな中で私がまず紹介したい馬が体操です。ん？体操？すいません、よくわかんないです。この体操を押したいポイントとしては、春よりも強くなってるんじゃないかなって考えているところです。この体操は前走ラジオ日経賞にて4着だったんですけど、まあ、2着馬とはあまり差がない4着ってところでしたね。で、この馬っていうのはその小回りがあまり向かないというふうに言われてた馬なんですよね。あの陣営のコメントもこんな感じでありますし、でこれで、まあ、あんまり向いてない小回りの世代限定のではありますが、 G3 において2着馬と差のない4着まで来れてるってところから体操強くなったなというふうに考えてますし、まあ、この神戸新聞杯中京コースってところで、直線の長いコースに変わるんで、体操さらにパフォーマンスを上げる可能性もあるかなというところで、ここで押したいなというふうに考えてます。そして押したい馬の2投目がセファーラジエルでございます。このセファーラジエルに関しましては、前走シェールステークスを見て素直に強いなというふうに感じまして、ただ折り合い面に課題がある馬なんで、距離さえ持てば楽しみな馬だなというふうに考えております。このセファーラジエルに関しましては、走法が非常に大飛びってところで、直線の長くかつ直線に急坂がある中京コースっていうのは、直線においてストライド大きくかつパワーがある馬っていうのがいいと考えてるんで、セファーラジエル適性はバッチリだというふうに考えてるのも推してる材料でございます。で、ここまで紹介した2頭はどちらかというと、シャフリヤールステラベローチェの相手候補という感じで私が推してます。で、まあ、冒頭に述べたように、やはりこの2強シャフリヤールでステラベローチェってのは強いと思うんですけど、1頭だけこの2頭を任せるんじゃないかなっていう馬がいて、今回は私はその馬に思い印を打とうというふうに考えております。その馬とは、私がこの神戸新聞杯において一番推したい馬はキングストンボーイです。このキングストンボーイの最大の強み、強調材料っていうのは、世代屈指の瞬発力があるっていうところです。この馬、走法としては、ストライドがそこそこ伸びて、でかつ、足の回転力っていうのもすごくあるっていうところで、まあ、例えるならば、コントレイルをちょっとストライド寄りにした馬かなというふうに思います。で、今回のメンバー、前に行く馬が少ないという点から、私は、まあ、スローからの瞬発力勝負になるかなというふうに踏んでるんで、そういう展開になったら、キングストンボーイ、持ち前の瞬発力を発揮して、ここで、勝ち切ってもおかしくないかなと考えています。あと、まあ、これは完全な邪推なんですけど、藤沢和夫調教師、来年の2月で勇退されるってところで、まあ、最後に一花咲かせたいっていう多分思いがあると思うんですけど、でこのキングソンボーイ、神戸新聞杯を関東馬ながらわざわざ使ってきたってところで、まあ、なんかシンボリクリステスと被るんですよね。でこれでも神戸新聞杯から天皇賞秋っていうのが目標なのかなと思ってますんで、まあ、そのローテーションがちょっと空く分、この神戸新聞杯、まあ、賞金面でもしっかり仕上げてここ勝ちに来るんじゃないかなと考えているところも、キングソンボーイを推しているポイントでございます。というところで、まあ、私の現段階での見解というのはこんな感じですね。まあ、キングストンボーイは本当に勝ち切るまであると思ってるんで、ここは厚みに買おうかなと思ってます。あと述べてないところで言うと、ワンダフルタウンっていうのは、うん、やっぱり強い馬かなと思ってるんで、まあ爪の不安っていうのもこの休みで解消されてそうなんで、うん、ここは順当なら来るかなとは思ってます。以上で動画を終わります。ご清聴ありがとうございました。